そう、つい1ヶ月前に、ちょっとパートナーの話なんですけど、はい。パートナーの、その携帯に非通知の電話がかかってきて、はい。はで、取ったんですって、ご実家からかなってちょっと思って取った。はい。うん。ああ。で、そしたら、男性で、相手は。はいはい。で、相手が言うには、なんか東京警視庁の森口と申しますと。東京警視庁。東京警視庁。50代ぐらいの感じの声。で、なんか、秋田県警から、依頼されて電話しておりますと。で、秋田の方で、なんか、ペイペイ詐欺があって、なんか、資金洗浄であなたの口座が使用されているようです。で、お名前、〇〇さんですよね、と。で、住所もこれで合ってますよね。ご実家の住所がなんか言われたらしいんですけど。で、ちょっと怪しいなと思って、そのパートナーが、ちょっと折り返したいから電話番号と管轄、ちょっと教えてもらっていいですかって聞いたら、なんかはっきりした答えしないみたいな。東京警視庁がだいぶ曖昧だ。で、ちょっと今詐欺が多いから、ちょっとあなたが警察の人間かどうかちょっと疑わしいから、ちょっとどう信じればいいのかわかんないって伝えたら、警察はちょっと個人情報を、違う違う、今この電話で個人情報を別に聞き出したりしてないので、私は警察ですみたいな、なんかよくわかんない言い訳言われて、で、いや、私ではも、警察なんで警察です。そう、でも怪しいなと思って、ちょっと信じられないみたいな話してたら、向こうから、じゃあちょっと折り返し電話しますと。14時か15時ぐらいに。で、その際に、ちょっとまた非通知かもしれない。もしくは、海外から電話がかかってくるかもしれないが、信用して、取ってもらえれば、っていうふうに言われたらしい。東京警視庁なんで。もう、なんで海外から電話。東京。もう、でもちょっと半信半疑で、一旦、電話切って。で、その世田谷警察の方に電話したら、それ詐欺っすね、って言われて、もちろん警察がね、非通知で電話かけることはないですって言われて、ああ、じゃあ嘘だったんだと思って、14時、15時に、また折り返しにかかってくるかなと思ったら、結局かかってこなかったんですって。でも、なんか、実家の情報を知ってたのっていうか、ちょっと不気味ですよね。ね、もうどっかから漏れてますよね、多分。情報が角川から。売られちゃってるかな、角川から。七子の。角川から漏れたのか。っていうことがありました。これ落ちないです。ごめんなさい。